サンジェナーロ祭にて、ストリートに設置されたソーセージを販売する露店。サンジェナーロ祭は、イタリア系アメリカ人のコミュニティとイタリアの文化を祝う、祭りとして、アメリカ合衆国ニューヨークのマンハッタンにある、リトルイタリーで、毎年9月半ばに行われている祭り。もともとは1日限りの宗教的な記念祭であったが、現在は11日間行われる縁日となっている。 臨時に、車両の通行を遮断された、マルベリーストリートに集中する、このサンジェナーロ祭は、全般的にパレードや露店、ソーセージ、各種ゲームや、揚げて砂糖をまぶした菓子パンの一種であるゼッポレが、特徴である。モーストプレシャス、ブラッド教会にて祝賀のミサが行われた後すぐに、大行進と呼ばれるイベントが午後2時から始められる。 これは、ろうそくで照らされたカトリック教会の行進で、サンジェナーロの像が、リトルイタリーのストリートを通って、常設の拠点である、モーストプレシャス、ブラッド教会へと運ばれるイベントである。区域に住む住人の一部は、祭りで生み出される騒音や散らかるゴミ、群がる人々が良質な地域の生活に悪影響を与えているとして、これまで祭りを批判してきた。近年では、 組織的犯罪が祭りを取り巻いているとして、申し立てが行われている。ニューヨークの市長であったマイケル・ブルームバーグは、きちんとした段階を踏んだ上で、祭りがそうした統制から解放されるようにしたと述べた。ブロンクス地区にあるニューヨークのモータのリトルイタリー、フォーダム及び、ベルモントのコミュニティでは、もう一つの同様の祭りが行われている。ストリートは、 交通を一時的に遮断し、早朝から祝いの催しが始められ、深夜まで続けられる。2002年には、ジミキンメルト道具でルーカが、ロサンゼルスサンジェナーロ祭を創立し、ハリウッドで、毎年9月に行われている。祭りの名称ともなっているサンジェナーロは、イタリアナポリの守護聖人である。彼の祝祭日は、カトリック教会の天礼式の暦上では9月19日と、 なっている。最初のサンジェナーロ祭は、イタリアの習慣を遵守し続けていたナポリからの移民が、到着して間もない、1926年9月18日に、行われた。アメリカ合衆国における、都市以外でも、同様の祭りが支持されている。サンジェナーロ祭は、映画、ゴッドファーザーパーシアイと、ゴッドファーザーパータイの両方で取り上げられた。パーシアイでは、 ビトー・コルレオーネが、祭りで大行進の一つが行われている最中に、地元マフィアのドン・ファヌッチを暗殺する。この暗殺で、ビトー・コルレオーネは力を持つようになり、マフィアに影響を及ぼした。パータイでは、ビトーの孫であるヴィンセント、ビニー・マンシーニ・コルレオーネが、ライバル関係にあった、ジョー・イザザを、かなり公然と暗殺したため、リトル・イタリー中に、 大きなパニック状態をもたらした。怒り浸透に発したマイケル・コルレオーネは、こうした行為を二度と起こさぬように命ずる。ありがとうございます。